はいどうもこんにちは、こんばんは。フォートナイトメアが楽しみな人はご紹介どうも、ツルフィーです。ということで今回はなんですけど、まあ皆さんね、今アップデートがね来ていると思うんですけど、皆さん、アップデート来ているよって人は高評価押してくださいね。まあということで今回はね、まあこのアップデートでね、まあ何が変わるのかっていうことでね、まあ今現状でね分かっていることをねこの動画でお話ししていこうかなということで、早速ねやっていきたいと思います。さあ、ということで、早速ね、やっていきたいと思います。ということで、まずはですね、こちらの画像をご覧ください。これね、まあ、フォートナイトの公式が、まあ、ツイートしたね、まあ、画像なんですけど、フォートナイト公式がね、フォートナイトメアが10月18日に帰ってくるということで、今日ね、まあ、フォートナイトメアが帰ってくるということで、このね、画像と一緒に、まあ、ツイートしましたと。この後ろに映ってんのも、なんかさ、狼っぽいよね。ダイヤモンドっていうか、ダイヤモンドというよりか、ちょっと赤いから、ルビーかな。なんか、ルビーの鉱石っぽい、狼みたいなのが映ってるんですけど、まあ、多分ね、今年のフォートナイトメアね、メアはね、こいつが、まあ、鍵をね、握ってるんじゃないかと。で、ちょっとフォートナイト最近勢い落ちてるからね、まあ、ちょっと今回のフォートナイトメアで何とか取り戻していただきたいところなんですけれどもですね、こんな感じでね、まあ、フォートナイトメアの、まあ、予告がね、まあ、されていましたと。で、まあ、今ね、実際にまあ、リークされていることなんですけど、まず一つ目がね、ちょっとこれフォートナイトメアに全く関係ないんですけど、斜め移動の追加ですね。パッドだとね、できるんですよ、斜め移動が。で、なんかツールとか入れればキーマウでも、なんか斜め移動みたいなのが多分できたと思うんですけど、まあハイペックスさんによるとね、まあ今回のアップデートで、斜めにね、移動するのがまあね追加されると。待って、僕ここ降りたの初めて。ちょっと待って。おお、待って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 、勝て、あぶれ。ちょ、やばいやばい、待って、ここ降りたの初めてでちょっと今焦ってるんですけど、まあね、今回のアップデートでまあ斜め移動がね、まあキーマウでもできるようになるっぽいですね。はい、なんかツール入れればね、まあキーマウでもできたんですけど、まあ変にツールとか入れるとね、なんか検知されてなんかバーンされちゃう可能性があるので、それを考えるとね、本当にありがたいと思う。次はですね、ここですね、グリムゲイブルズなんですけど、ここね、まあいろいろと結構意味深な街で、まあね、お墓がいっぱいあったり、あとはまあなんだろう、まあカボチャが置いてあったりと、まあここ明らかにね、ハロウィン、まあフォートナイト前で何かが起こるだろうっていう街だったと思うんですけど、もうここは絶対何か起こります。白い布でね、なんか隠されている机とかがあったりしたり、まずはさっき言ったようにね、お墓とかもあったりするので、まあおそらくね、ここでまあフォートナイト前関連のね、まあ何かが起こるんじゃないかなとね思っております。さあ、であとはですね、フォートナイトメアでね、ゾンビのチキンがね追加されます。で、まあこのねゾンビのチキンなんですけど、実はもうね、画像では公開されていて、このね今僕がちょうど使ってるスキンがリリースされた時の、画像なんですけど、こちらこの画像をね見てもらうと、まあよーく見るとね、今ニワトリがいるんですよ。で、このニワトリね普通じゃないんですよね。はい、このニワトリ、まあよーく見てみるとゾンビのね、ニワトリになってるんですよ、これ。まあ2匹ね、ニワトリがいると思うんですけど、これね両方ともゾンビになっていると。一応ね今回使ってるこのスキン、まあさっき見せた画像のね、まあ2つのスキンなんですけど、ハロウィンのね、スキンだと思うので、まあこれはねフォートナイトメアにね、この、ゾンビのねニワトリがまあ追加されるということなんじゃないでしょうかと。まあだから多分フォートナイトメアの期間の間はね、まあニワトリはね、まあゾンビ、このニワトリですね、はい、ゾンビのニワトリになってるんじゃないかなと。ちょっと待って、ちょ、お前、こいつ絶対ボットやんけ。ボットじゃなかったらおかしいよマジで。はい、とりあえず一人やって、でもう一人いると。おお、これはボット？これはどっち？これもなんかボットっぽいな。最近ボットなんかちゃんと建築してくるからね。はい、当てて。はい、しかもエイム地味にいいんだよね、この最近のボットね。で、あとはですね、まあ何かしらのね、映画との、コラボがねあるかもしれません。なんか今言われてんのが、まあストレンジャーシングスとか、イットですね。イットまあ昔なんかイットはさ、なんか赤い風船あったよね。なんか隙間から赤い風船が出てるみたいな、ちょっと日本語喋れないんだけど。あとはストレンジャーシングスもなんか変な扉追加されたり、まあ実際にスキンとかもね、まあこれ追加されてるんで、まあどちらかというとストレンジャーシングスの、まあ可能性が高いんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、まあ何かしらのね、まあ映画、怖い系の映画とのね、まあコラボがあるかもしれません。さあ、ということで、続いてはですね、まあ、フォートナイトメアでね、まあ、追加されるんじゃないかと言われているね、まあ、コンセプトアート集がありまして、それがね、まあ、まず1枚目がこちら、この、まあ、紫色のね、骨みたいな、なんかいかにもボスっぽいスキンのやつと、まあ、なんか、イットとかにいそうなね、はい、イットとかで出てきそうな、なんか、ピエロのスキンとか、あと、この猫みたいなスキンですね。で、2枚目がこちら、これ真ん中のやつ、もういかにも、もうこいつもボスっぽいな、うん、こいつもめちゃめちゃボスっぽいスキンですね。右側にいるのがね、吸血鬼がある。で、左
左にいるのが、なんだろう、なんか、あの怖い系の映画の主人公っぽいなんかそんな感じの女の子っすね。で3枚目がこちら、3枚目こちらね、もうミイラっすね。で左にいるのが、ちょっと怖いね、怖いなんか緑のポニーテールしてる女の子で、右側にいるのが怖すぎるなんかピンクマの、うん、なんでピンクマさんの最終形態みたいなね、うん、ピンクマの最終形態みたいなのがまあいますと。で3枚目がこちら、真ん中にいるのが、まあこれもね、フィッシュスティックのなんか最終形態みたいな、まあスキンと、左側にね、もうもじゃもじゃのなんかわけわからんなんか変なやつがいて、右側にね、骸骨ですね、まあ骸骨のスキンがいるっていう、そんな感じで、まあこれ一応ね、公式が公開したコンセプトアート集の中で、ちょっとね、まあ怖めのスキンをピックアップしたね、まあものになってるんで、まあ今回のねフォートナイトメアでね、もしかするとね、追加されるかもしれません。全部が全部追加されるとは思わないけど、なんか一つぐらいは追加されそうだよね。さあで次はですね、クロムが広がります。まあね、毎回のアップデートでクロムが広がって、まあ前のアップデートだとこのクロムクロスロードとかがね、まああの追加されたというか、まあ変化があったと思うんですけど、まあそんな感じでね、まあクロムが広がって、まあ次どこ変わるんだろうね。僕の予想だとプレザントパークあたりがクロム化するんじゃないかなと思ってるんですけど、まあまたねクロムが広がって、まあクロム化するね街が出てくると思います。残るちょっとだけ当てる？はい。痛い、ちょ、それは違う、ちょ、やばい、まずい、ナイス、誰か、あぶね、助かった、なんか助かってる、あぶね、痛い、ちょっとやめて、よし、助かった、やばい、痛い、マジで痛い、ちょっと待って、逃げさせて、で、まあ、続いてはですね、まあ、ハロウィン系の、武器ですね。まあ、だから、パンプキンランチャーだとか、ほうきだとかがね、あと、キャンディーとかもね、まあ、帰ってくるんじゃないかなと、思っております。まあ、これはね、まあ、毎年帰ってきてるんで、まあ、ほぼ確定で、まあ、帰ってくるんじゃないかな、多分ね。うん、まあ、毎年来てるからね、逆に今年来なかったらなんでってなるもんだって。あ、てか待って、これアンチやばくね？ちょっと待って、これ、割とアンチやばくない？ちょっと待って。やばい、これやばいわ。あ、これちょっと待って、これ間に合う気がしない。ちょっと待って。あ、これ無理だ。あ、やばい。あ、くっそ。あ、待って、いやー、なんで、あー、もうせっかくここまで来た。さあということで最後なんですけど、ね、サイドウェイズの時のようなねボスが登場するかもしれません。まあ、去年はね、まあ、ケアテイカーが来たんですけど、まあさまあ、その前ぐらいだとストームキングだとかが来たと思うんですけど、そんな感じで、フォートナイトメア限定のね、ボスが来ると思います。まあ、あとはね、まあ、ゾンビも来るんじゃないかな。もしボスが来るなら多分ゾンビも一緒にまあ登場するんじゃないかなと、思います。まあ、そんな感じでね、まあ、フォートナイトメアがね来ていろいろとね変わると思うので、皆さんね、アップデート終わった後もね動画出そうと思うんで、皆さんもしよければチャンネル登録して通常ねオンにして高評価押しててください。ということで今回はねこんな感じで終わりにしたいと思います。じゃあバイバイ。